大変長らくお待たせいたしました。それでは、記者会見を始めさせていただきたいと思います。冒頭、社長の斉川の方からございます。そこはですね、やはりご質問いただければと思います。一人でも多くの方のご質問をお受けしたいので、検察当局による捜査も進んでおりまして、当該の2人は今夜すでに逮捕されているというふうに私は理解をしております。ただし、先ほど申し上げたとおり、その解任を提案をするということを決断したということでございます。正式にはですね、ですね、これ明後日でいいのかな、木曜日かなにですね、木曜日に、代表権そして会長職を解くことを提案して、承認すべく私が取締役会を招集をする予定でございます。捜査の方も並行して進めていただいているということですけれども、その意味を摘発する特別背任で捜査容疑がかかっているんじゃなくて、今回分の仕方といいますけど、社長、今回その、内部通報があって感じ、ガバナンスという観点においてはですね、やはり課題が多いと思っております。特に大きな構造として 43% の株を持っているルノーのトップが日産のトップを兼任するということはですね、やっぱりあまりにもガバナンス上、一人に権限が集中すぎることは問題だと、これだけが原因ではなくて、これはやっぱり一つ誘因だというふうに思いますので、先ほどの委員会でもそこも掘り下げていただければというふうに考えております。すいません、テレビ朝日かないと申します。よろしくお願いします。取られたというふうには冒頭も社長おっしゃっていましたが、特捜部とですね、皆さん、審査ですね。